それではお待たせいたしました、出場選手52選手の登場です。まずは渡辺由美選手、どうぞお願いします。おはようございます。最終日まで精一杯走ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。さあ続いて濱田有沙選手、お願いします。おはようございます。投票ありがとうございました。一生懸命頑張ります。頑張ってください。続いて加藤彩選手、おはようございます。たくさんの投票ありがとうございました。いつも応援してくださる皆さんと、動物愛護チャリティーイベントに参加してくれてるファンの皆様のためにも恩返しできるように頑張ります。応援してください。明日お誕生日ですね、頑張ってください。さあそして勝浦真帆選手、おはようございます。投票たくさんありがとうございました。移設間しっかり調整合わせてレースできるように頑張ります。応援お願いします。頑張ってください。続いて中田優希選手、おはようございます。たくさんの投票ありがとうございます。船券に多く奏でるように頑張りますので応援よろしくお願いします。応援しています。そして藤崎さゆり選手、おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございます。一生懸命頑張ります。頑張ってください。さあそして樋口ゆかり選手、おはようございます。最後まで一生懸命頑張ります。頑張ってください。そして宇野弥生選手、おはようございます。今節も私らしく走ります。はい、期待しています。さあそして香川元子選手、おはようございます。投票ありがとうございました。いいエンジンらしいので勝ってみてください。小足を水面期待しています。さあそして関野綾選手、おはようございます。たくさんの投票ありがとうございます。いそいそ気合い入れて走れます。応援よろしくお願いします。注目しています。さあそして大豆宇田葵選手、おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございます。最後まで諦めないレースで一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。続いて藤原夏希選手、おはようございます。投票ありがとうございました。今節優勝して、来年は整形して38位狙いたいと思います。応援してください。期待しております。さあ続いて弘中千代選手、おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。精一杯走ります。船券にいっぱい絡めるように頑張りますので、よろしくお願いします。頑張ってください。続いて中谷智子選手、おはようございます。ファンの皆様ご投票ありがとうございました。最終日まで集中して頑張ります。次はい、頑張ってください。さあそして地元岩崎よしみ選手、お待たせ、念願のミス38位、繰り上がりのよしみ。若干47歳、若い子にはない厚化粧と作り笑顔と皮下脂肪で中年魂を見せるわ。 Love for you。 いやまさか今年ミス38が岩崎よしみ選手のコスチュームで見ることができるので最高。さあそしてなんとなんとしばらくお待ちください。なんと AD 長島初挑戦、ちょっと待ってくださいということなんですけども、今もう地元の岩崎選手がすっごいコスチュームで登場していただきましたので、これはこの後引き続きどうなるんでしょうか。しばらくお待ちくださいと長島 AD がお伝えしておりますが、もうよろしいですか AD 長島さん、大丈夫ですか、 OK ですか、 OK ですか。さあそれではご登場いただきましょう。下から舐めて、おっと繰り上がりはなんと土屋美咲選手、おはようございます。本当のミス38、水面でも見せます。応援よろしくお願いします。最高、決まりました。エディ長島もう最高でした。いやこの後は入りづらいですけども、さあ続いてご紹介しましょう。安井水崎選手、お願いします。おはようございます。たくさんの投票ありがとうございました。この G2 の場で、たくさん船券に絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。続いて津田博恵選手、おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございます。頑張ります。頑張ってください。そして土屋千秋選手、おはようございます。たくさんご投票いただきありがとうございました。最後まで一生懸命走ります。応援してください。頑張ってください。
さあそして田口節子選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。来年も呼んでもらえるように今節もしっかり走りたいと思います。応援よろしくお願いします。応援しています。さあそして地元岸恵子選手。おはようございます。たくさんの投票ありがとうございました。せっかくの地元開催がこのような無観客という形で残念なんですけど、選手はいつも通り精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。地元水面頑張ってください。そして水野のぞみ選手。おはようございます。いい時も悪い時もたくさん応援していただきありがとうございます。これからも諦めず走ります。応援よろしくお願いします。注目しています。さあそして運のゆかり選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。精一杯走ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。続いて島田渚選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございます。ナルト初出場です。頑張ります。はい、初水面頑張ってください。さあそして大谷飛鳥選手。おはようございます。こんな私に投票してくださってありがとうございます。一生懸命走ります。応援してください。はい、大谷選手頑張ってください。さあそして西橋奈美選手。おはようございます。皆さんのご投票のおかげでこの舞台に立てることを本当に感謝しております。今節目いっぱい頑張るので応援よろしくお願いいたします。頑張ってください。さあそして深川真奈美選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。一層一層感謝の気持ちを込めて走ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。続いて矢部内瑞希選手。おはようございます。ご投票ありがとうございました。一節間できることをして力いっぱい戦ってきます。よろしくお願いします。頑張ってください。さあそして佐根森美優選手。おはようございます。ご投票してくれた方々本当にありがとうございます。船県に貢献できるように一生懸命頑張ります。続いて西村美智子選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。おかげさまで最高順位で、来ることができました。レースで恩返しできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。期待しています。さあそして塩崎日坂選手。おはようございます。たくさんの投票ありがとうございました。感謝の気持ちを込めて一層一層走ります。応援してください。注目しています。さあそして地元北津アンナ選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。いいエンジンも引けたので地元水面で大暴れしたいと思います。応援してください。期待しています。さあそして高田光選手。おはようございます。たくさんの投票ありがとうございました。できることを一つずつ一生懸命やって感謝の気持ちを持って走ります。最後まで諦めないレースするので見ていてください。頑張ってください。さあそして前年度覇者の寺田千恵選手。おはようございます。桃太郎から1年経ちました。ご投票たくさんありがとうございました。皆様に届くような熱いレースを心がけますのでたくさん買って応援してください。今年も期待しています。続いて倉持リリ選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。投票してくれたファンの方が楽しんでいただけるレースを心がけます。応援してください。注目しています。続いて日高いつこ選手。たくさんの投票ありがとうございました。アラカン代表頑張ります。はい、応援しています。さあそして佐々木ひろみ選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。ちょっと面白いペラを引いてしまったんですけど面白いレースができるように頑張ります。はい、注目しています。そして清水咲選手。おはようございます。たくさんの投票ありがとうございます。この1年ナルト3回目なんですけど3回とも同じエンジンを引きました。ワースト期ですが大穴開けれるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。すごい勢いです。頑張ってください。さあそして富樫玲香選手。おはようございます。たくさんの投票ありがとうございました。船県に絡めるように一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。そして今井美和選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。となるとめちゃくちゃ久しぶりなんですけど、いいレースができるように精一杯頑張ります。注目しています。さあそして魚谷香織選手。おはようございます。たくさんの ご投票ありがとうございました。ナルトは7年ぶりみたいなんですけど最終日最終レースまでしっかりいいレースしたいと思います。応援してください。応援しています。さあそして地元西岡郁美選手。
はようございます。たくさんの投票ありがとうございました。地元なので一生懸命頑張りたいと思います。地元の先輩の岩崎さんのパフォーマンス見てちょっと何も準備してきてなかったのをすごい後悔してます。応援よろしくお願いします。またぜひ見せてください。さあそして鎌倉亮選手。おはようございます。たくさんの投票ありがとうございました。感謝の気持ちを込めて一生懸命頑張ります。お願いします。頑張ってください。そして小野聖奈選手。おはようございます。ナルトは久しぶりに来たんですけど、最終日最終レースまで一生懸命走りたいと思います。応援お願いします。久々水面頑張ってください。そして松本明恵選手。おはようございます。たくさんのご投票本当にありがとうございました。少しでもいいレースができるように全力尽くします。応援よろしくお願いします。頑張ってください。さあそして土屋みなみ選手。おはようございます。たくさんのご投票ありがとうございました。最終日まで一生懸命走ります。応援よろしくお願いします。頑張ってください。さあここからはドリーム戦出場選手6選手にお話し方法を聞いていきたいと思います。まずは6号艇は遠藤恵美選手です。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。さあファン投票第6位に選ばれましたけども、はい、いかがですか。嬉しいです。もうね常に上位に選ばれていらっしゃるんですけども、はい、人気は片足ですね。はい、ありがたいです。ここナルトなんですけども、約1年ぶりの輸出以来となりますが、はい、イメージどうですか。そうですね、いつも来たら結構いい成績残せるので、はい、好きな水面ですね。よかったです、はい、さあ今節18号機、はい、昨日から試されてどうでしょうか。まあ、体感はすごくいい感じがするので、はいはい、楽しみではあります。そうですか、はい。まあ、今日一走してみてという調整になります、はい、今どんな調整入られてますか。今プロペラの微調整で行ってます、はいはい、自分自身に合った。そうですね、はいはい、そんな大会になるといいですね、はいはい。ここ今日のドリームは6号艇なんですけども、はい、6コースから行きたいと思います。スタート特訓ではどんな感じですか。まあ、いつも通りの見え方で、はい、そんな悪い感じはしなかったです、はい、そうですか。では最後に意気込みの方もお願いします。たくさんのご投票ありがとうございました。いいレース見せたいと思います。応援してください。かなり遠藤選手この笑いが出てるのはこの後のせいですかね、はい、そうですねはい、6号艇は遠藤選手ありがとうございました。遠藤選手でした。さあマイクの方私がお預かりいたしますが、さあ続いて5号艇は長島真希選手ですが、あれ長島選手は、長島選手はあらあら、なんとなんと、たくさんの投票ありがとう、画面越しからの応援よろしくねと、もしかしてモナ・リザ・マキになってますかね。さあポスターの中に紛れてますけども、さあ5号艇長島さん、このままで喋らんでしょうか。いいですか。本当ですか。じゃあ私がこのままマイクを持ちながらずっと、そうですね、やっぱりこのまま映像が永遠に残りそうなので、はい、しっかりとマイクの方を持っていただきまして、5号艇ということでの登場ですけども、はい、ファン投票第5位に選ばれてます。いかがですか、はい、そうですね、もう何でもやるんで来年もドリームにお願いしたいパフォーマンスの上位を狙いたいですね、はい、そうですね、もうそれはもう師匠が岩崎よしみには勝てないんで、はいはい、そこは譲りたいと思います。いつも盛り上げていただきありがとうございます。いえいえいえ、はい、もう人気ぶりはいつも上位なんですけども、はい、さあここ鳴門めっちゃ久々、はい、ですよね、はいはい、約3年ぶりですけど、はい、イメージ残ってますか。残ってません。残ってません。でも味噌、はい、お味噌汁はやっぱり美味しかったです。わかめが本当に。そこは残ってますか、はい、水面は残ってますか。残ってません。残ってませんか、はい、わかめの味噌汁が、はい、インパクトが強いということですね、はい、どうですか昨日から試されて。そうです、もうちょっと開会式の準備に追われちゃって、はい、まだエンジンの方が把握ちょっとまだ今からですね。そうですか、はい、14号機確か良かったと思います昨日の感じは。確か良かった、はい、そのぐらいのまだ記憶なんですね。そうですね、はい、ね、今調整はじゃああまり入られてないって感じですね。そうです、もう本当にこれ終わったらビシッとスイッチ入れてやろうかなと思ってます、うん、はい、今日は5号艇での登場になりますけども、はい、コースどうしますか。5コースから期待ですね、はいはい、昨日の時点でのスタートはどんな感触でした。そうですね、3本目にこんな感じかなっていうのはつかめました。はい、はい、分かりました。では最後に意気込みの方もお願いします。はい、この大会盛り上げれるように頑張ります。応援お願いします。ありがとうございました。5号艇は長島真希選手でした。そのモナリザの顔を持って、はい、大賞の方お願いします。さあでは続いて4号艇は平高奈々選手、よろしくお願いします。
さあこの後の登場ですけどももうやりづらいですよね。やりづらいですよね。さあ、今年は第4位に、2年ぶりの登場になりますね。オルスター、そうですね、はいはい、このポジションどうですか。第4位です。あ、ここ、はい、こんな上位と思ってなかったらよかったです、はい、大人気ですけども、さあどうですか。昨日から試されて52号機まあ、ちょっとパーセントがないんですけど、うん、まあ、そこそこはあるかなと思います、はいはい、そのままでいった感じですか。まずはあ、そうですね、はい、特訓とかは、はい、はい、行きました。そこから調整どんな風に入られてました。まあ、ちょっと乗ってから決めようかなと思ってるんですけど、うん、はい、回転の上がりが悪かったのでそこだけ直しましたね、はい、まずそこからですか、はい、今日は4号艇ですけどもコースの方は隣のモナリザだけには絶対譲りたくないので、はい、4コースから行きます。わかりました。スタート特訓ではどんな見え方でしたか。まあ、悪くないですね、はいはい。まあ、昨年の10月からの登場となりますけども、ナルトはどうですか。いいイメージですか。そうですね、基本的には結構相性いいと思います。はい、わかりました。では最後に意気込みの方もお願いします。はい、たくさんのご投票ありがとうございました。あの5号艇のモナリザはあの円の中に返そうと思っているので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。4号艇は日田貴奈選手でした。さあ、そして3号艇は平山千佳選手、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、このオールスターはなんと初出走に実はなるんですよね、はい、お休みもねされていたので。そうですね、初めて出場することができました。はい、なんと堂々の第3位です。いかがですか。はい、いや、もう奇跡の3位、たくさんのご投票本当にこの場をお借りして、はい、ありがとうございます。もう人気度はね、もうちかさんやっぱりすごいですからね。いや、奇跡的だと思います。いやいやいや、はい、さあ、そして舞台がここナルトがまたまた久しぶりの水面で、はい、近いんですけどね、はい、なかなか、走る機会がちょっと最近はなかったですね、はい、約3年2ヶ月ぶりなんですけども、昨日試されたどうですか。26号機、まあ、勝率が 29% なんですけど、はい、そういう感じの足です。パワーがあまり感じられない、はいはい、今はどうでしょうか。こう全体的にこうアップを目指している感じですか。そうですね、アップしたいです。はい、3号艇ですけど今日はコースは、コースはもう3コースからできれば行きたいと思います。スタートは特訓ではどんな見え方でしたか。まあ、昨日3本したんですけど、はい、割と勘通りには行けてます。はい、まあ、前節尼崎での優勝も飾りました、はい、今年もいいリズムですか。そうですね、本当にここ最近いい リズムでここに来れたと思います。では最後に意気込みの方もお願いします。はい、今回は、無観客の開催、このような形での選手紹介となり非常に残念なんですけど、レジャーチャンネルの前、インターネットの前でお客様を楽しませていけるように心を込めて走っていきますので応援お願いします。ありがとうございました。3号艇は平山千佳選手でした。さあ、そしてお願いしましょう。2号艇は森谷美穂選手です。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ファン投票第2位です。はい、もう年々ランキングがアップされてるんですけどもいかがでしょうか。いや、はい、嬉しいです、はいね、そしてここナルト久々ですね、森谷選手も。そうですね、はい、約2年10ヶ月ぶりなんですけど、はい、イメージはどうですか。いいイメージ残ってますか。そうですね、久々なんですけど、うん、初優勝した地でもありますし、うん、そうですね、はい、大好きな水面です、はい、さあ、モーター10号機どうでしたか。昨日は試されて、そうですね、ちょっと回転が上がってないかなと思ったんですけど、今日は気象状況的にちょっと回ってくれそうなので、はい、はい、ちょっと今日が楽しみです、はい、まずは一走してからになりますね、はい、2号艇ですけどコースどうしましょうか。はい、2コースから行きたいです、はい、スタート昨日の特訓ではどんな見え方でしたか。そうですね、ちょっとタイミング的にはいいタイミングでスタート特訓できたんですけど、思ったより届いてないかなと思いました。わかりました。では、まあ、記念になるこの水面となりますので、はいはい、ここでまた活躍見せてください。意気込みお願いします。はい、はい、たくさんのご投票ありがとうございました。投票数に恥じない走りをして皆さんを楽しませられるように一生懸命走ります。見ててください。ありがとうございました。2号艇は森谷美穂選手でした。ありがとうございます。なんかもう笑えてしまった森谷選手なんですけども、さあ、お待たせいたしました。1号艇は大山千尋選手、モナリザも噛みましたよ。突然のリアクションで登場いただきましょう。ちょっと今長島選手がこの額を被した、強引に被しましたけども
こう喋らないままでいく感じですか。モナリザでこのまま千尋選手行きたい感じでしょうか。もうちょっと長嶋選手撤収してください。お願いします。では改めまして1号艇は大山千尋選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやまさかファン投票第1位の大山選手がモナリザで投票されるとは思いませんでした。ですね、今急にかぶりました。はい、もうそのリアクションで、はい、ここね、競技棟内個室なので、はい、もうざわついて、もう選手がみんな笑ってしまった状況ですけどもね。さあ堂々とファン投票1位です。今年もいかがですか。はい、そうですね、本当にありがたいですね。大人気ですけども、実力もある、そして人気もある大山選手なんですけども、さあ昨日から試されて29号機いかがでしょうか。そうですね、39%あるんですけど、うん、ちょっと物足りない感じがありました。作業的にはどんな感じで昨日から入られてるんですか。外回りを一通りやりました。はい、もう全体的にパワーアップを狙ってですか。そうですね、行き足から伸びがもう少し欲しいです。そうですか。さあ、今日は1号艇ですけども、はい、コースの方はそうですね、1コースから行きたいです。実施されますか。はい、はい、スタート特訓ではどんな見え方でしょうか。今日の特訓もちょっと掴みに行かないといけないかなと思います。はい、まあ、なんといってもここナルトは昨年5月に初出走されて初優勝ナルトで飾った。そうですね、はい、はい、いいイメージで今節は入っていただけたんでしょうか。はい、そうですね。わ、はい、かりました。では全国のファンの皆さんにファン投票第1位ということで、意気込みの方もお願いします。はい、たくさん投票していただいてありがとうございます。今節は皆さんへのファン、感謝の気持ちを込めて走りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。1号艇は大山千尋選手でした。ありがとうございました。さあ以上をもちましてドリームメンバーのインタビューもお届けいたしましたが、これをもちまして G2 第4回レディースオールスターの選手紹介、そしてドリーム戦出場選手インタビューをお届けいたしました。映像を通してぜひファンの皆様エールの方を送ってください。